費を解消してお腹周りがすっきり痩せるスーパーフードをあなたにお伝えしてまいります。この動画では1つ目、なぜこのスーパーフードを食べると便秘が解消できてお腹周りがすっきりなるのかっていうその理由と、そして2つ目です。ではそのスーパーフードは一体何なのかということでご紹介いたします。そして3つ目は、そのスーパーフードをどのように普段の食事に取り入れていくことが結果ダイエット効果を高めることができるのかという簡単な取り方をあなたにお伝えしてまいります。この動画ではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは最後までお楽しみに、ぜひご覧くださいね。それでは1つ目の項目に入っていきたいと思います。なぜこのスーパーフードを美味しく食べるだけで便秘が解消されて、そしてお腹周りがすっきりなるのかということなんですけれども、非常に豊富なやはり食物繊維が含まれているからなんですよね。でこの食物繊維を摂ることがやはりお腹をすっきりさせて結果痩せることができるそのポイントになるわけですよね。なぜかと言いますと、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が大好きな餌となるのがこの食物繊維なわけなんです。ですから逆にこの食物繊維が足りていない方というのは、そう痩せ菌が元気にならない、増えてくれないわけですから、こういくらですね他のものを召し上がっていたとしても、なかなかその体質がですね痩せ体質になりにくいということなんですよね。そしてまたこのスーパーフードは血糖値の急上昇を抑えてくれる効果が非常に高い低 GI 値食品なんです。これは何かと言いますと、似たような、例えば穀物であればですね、穀物の種類を変えるだけであなたが同じ量を召し上がったとしても、一気にそこで脂肪を溜め込んでいくものなのか、全くですね緩やかに上昇してくれる結果、脂肪をその間溜め込まずに済みますから、同じ、種類といいますか、その部類の食品を食べたとしても、その選んだものによって全然脂肪の吸収率がですね変わってきてしまうということなんですね。そこがこのスーパーフードのポイントなわけです。ですからまとめますと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が大好きな餌となるものを多く含んでいるから、結果腸内環境が整って痩せ体質になることがあなたはできる。そしてもう2つ目は、同じですねその部類の食品を食べたとしても、低 GI 値食品であれば同じ量を食べているのにもかかわらず脂肪をため込まずに済みますよってことになるんです。それでは2つ目の項目に移ってまいりましょう。何を取ればよいのかということで、そのスーパーフードはキヌアになるんです。キヌアご存知ですか？これは雑穀ですねの一つになるんですけれども、私が今回あなたにご紹介しますのは、白漠さんから出ております雑穀クッキングクラブキヌアということで、こちらをあなたに今ねお伝えしてるんですけれども、こちらはですね1袋あたり 120g 入っておりまして、お値段がキヌアが税別で428円でした。でこのキヌアが持つ素晴らしいダイエット効果があります。それは先ほど1つ目でお伝えした通り、あなたの脂肪をため込むのを抑えてくれる効果があるんですね。例えばあなたが今普段召し上がっているご飯が、お米がですね白米だったとしましょう。白米です。そしてキヌアも、同じ雑穀ですからね、同じ例えば 100g 取ったとしても、実はですねその糖質量って白米とそんなに変わらないんです。結構糖質ね高めなんですよね。
でもズバリこの糖質が太る元なんですけれども、このキヌアがじゃあなぜ太らないのかっていうその理由は、糖質量がある割にはですね、すごいのがその糖質を取った糖質をですね吸収する量がとっても低いんです。吸収しないんですよ、とってもすごくないですか。なので同じ量のその穀物ですよね、白米を食べた場合とキヌアを食べた場合では全くその太る元です、糖質の吸収量が違うわけです。しかも白米はやはり血糖値が急上昇する食べ物ですから、一気に、ね、太ってしまうわけなんですけども、例えばキヌアであったり、そうですね、私が大好きな玄米もそうですけれども、そういったもの、あと十六穀米とかいろんな雑穀系はやはり低 GI 値食品ですから、糖質取るんだけれどもその吸収しにくいんですよね。そこに群を抜いて良いのがこのキヌアなわけです。キヌアはとにかくこの吸収量、吸収率が低い食べ物ということになるんですね。そしてまた高栄養食品です。もう栄養価が高いんです。であなたがですね、もしもダイエット成功したいと思っていらっしゃるようであれば、栄養が必要なんです。偏ったお食事をされていらっしゃいますと栄養が取れていない、そうなると腸がですね元気が出ないんですよね、良くないんです。栄養不足になってしまうとそのホルモンバランスが崩れてしまって、結果体重をコントロールすることがうまくできずにどんどん増えていったり、またもう太りやすい食べ物、甘いものとかですね、そういったものがもうとっても食べたくなってしまうということになるんですね。なのでダイエットを成功するためには栄養が取れていることが大切なんです。そして最後、ここがポイントです。豊富な食物繊維ですね。冒頭でお伝えしました通り、なんと白米の10倍の食物繊維が入っているんです。そしてこのキヌアが持つ食物繊維というのは、あなたの便をとても柔らかくしてくれる性質のタイプの食物繊維になります。なので重度の便秘の方は、冒頭の私の一言お伝えした通り、もう便秘を解消できてお腹がすっきり痩せることができますよっていうのは、このキヌアが持つ良質の食物繊維のおかげなんですよ。それではここから3つ目の項目、どのようにこのスーパーフードであるキヌアを普段のお食事に取り入れていけばよいのかという簡単なレシピご紹介してまいります。まず摂取目安があるんですけれども、1日あたり 20g までとしましょう。食べ過ぎてしまってはちょっと負担がかかりますので注意になるんですね。で実はこの乾燥のキヌアの 20g あたりがですね、なんと茹でると約5倍の 100g になりますから、すごく満足感を得られるものになりますので、ぜひ食べ方としましてはまず茹でてですねいただくということがポイントになってまいります。でこちらのパッケージの裏にも茹で方書いてありますからご安心くださいね。少しご紹介しますと、茹で時間はねたったの10分です。お鍋にお湯 500ml を沸かしていただきます。そして2つ目、キヌアを大さじ2加えて約10分茹でるだけなんですね。ただしキヌアはですねちょっと見にくいと思うんですが、もうとっても小さな粒なんですね。もう消しの実みたいなアンパンメのあれぐらい小さいものなので、湯がくとですねその5倍の量には膨らむので良いんですが、少し目の粗いザルですとおそらくね落ちてしまうと思うので、できればそうですね目の細かい、茶こしであったり味噌こしであったり、そういったものでお湯切りされると安心だと思います。でこちらはですね調理例としてキヌアとマグロのオクラとろろあえということで、美味しそうなお写真が載ってるんですけれども、とにかく何でもいいんですよ。もういろんなメニューにもうトッピングです。ほんとごまを振りかけるようなあんな感覚でパラパラっと召し上がっていただきますといいんですね。その簡単なアレンジをするだけ、普段のお食事にトッピングするだけで、あなたの辛い便秘が解消されて、しかもその低 GI 値食品ですから血糖値の急上昇を抑えてくれる、結果その糖質太る元の吸収をこうですね
抑えてくれる食べ方ができるのがこのキヌアになるんですね。でまたちょっとそんな風にこう茹でるのが面倒だなとか、あ今日ちょっと時間ないかできないという方は普段のお米に混ぜて炊いていただくだけで OK なんですよ。で私はやはりここのですね裏に載っているご飯の炊き方は白米になってますから、白米はおすすめしたくないので、私が普段美味しくいただいております玄米であなたも代用していただけたらと思います。玄米の 2,3 合研いだ後、いつもと同じように水加減していただきます。そして2つ目、そこにキヌア大さじ1とお水を 15ml プラスしていただきますと、もうそれだけでキヌアご飯の出来上がりになります。でまた嬉しいのが、本品は水洗いの必要がありませんということで、わざわざ洗わなくても良いんですね。こういう小さいものを洗うって結構大変だと思いますので、私は今回そういった便利性も踏まえてこの白漠さんのキヌアを選びました。でこのキヌアは実はペルー産で、外国で海外製なんですよね。なので、できればキヌアも国産があると良いと思いますから、もしあなたのお近くに国産のキヌアがあったら、ぜひ私までコメントくださいね。私も試してみたいと思います。そしてあとはそのまま普通に炊けば OK です。あ、そうそう、ちゃんと軽くかき混ぜて炊飯しないといけませんので、軽くかき混ぜてくださいね。そしてどんなに良いもの、ダイエット、スーパーフードであっても摂取目安をぜひ守っていただいて、美味しく日々のお食事のメニューに取り入れていただきたいと思います。それでは今からこの動画のまとめに入ります。一つ目です。なぜスーパーフードであなたの便秘が解消されて、そして結果お腹周りがすっきり痩せることができるのか、その理由はもう格段に白米と比べて太る元です。糖質を吸収する量が別格で低いですよということでしたね。そしてまた白米と比べて豊富な食物繊維が約10倍も含まれているから、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌となってくれて、便が柔らかくなって、あなたの便秘解消がどんどん進んで痩せ体質になることができるんですよっていうお話でしたね。では2つ目です。一体そのスーパーフードは何かと言いますと、今回はこちらでしたね。キヌア、雑穀になります。このキヌアを召し上がっていただくことで便秘解消、お腹すっきり痩せることができるんですよでしたね。そして具体的なこの召し上がり方、どのようにでしたよね。それは1日あたり 20g をベースにご飯に混ぜて炊くのもよし、おすすめは白米よりも玄米です。そしてまた茹でていただいて、もうボリューミーですね、膨れ上がりますから、そちらの膨れ上がったものを 20g、 1日あたりですね 20g までを目安にサラダにトッピングしても良いですし、お味噌汁やスープに入れてもいいですし、もういろんなメニューにも振りかけるだけ、入れるだけで、あっという間にスーパーダイエットフードに早変わりしますから、ぜひ日頃のお食事に楽しく取り入れていただきたいなということでお伝えしてまいりました。さあいかがだったでしょうか。日頃のあなたのダイエットにこのキヌアを上手に取り入れていただいて、お腹すっきり、そしてどんどん痩せ体質を手に入れていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。